はいどうも、パーフェクトクロスの演出めっちゃ興奮するミストです。はい、本日はですね、サクチャリの攻略動画撮っていくんですけども、今回は相棒を2人編成したデッキで2851点のサクセスができましたので、そちらの後付け実況の方をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、デッキの方はね、下に貼っておきますので、ぜひね、ご確認いただければなと思っております。まあ、一応私の口からも言っておきますと、虹谷、守る、優香、ノア、トラッキー、白木場ということでですね、前さん、後さんの編成となっております。まあ、何体かね、見慣れないキャラがいると思うんですけども、まあ、このキャラたちもね、活躍してくれたということでですね、早速実況の方していきたいと思います。で、セク1なんですが、まあ変わらずキャラの評価上げをしていくっていうのはそうなんですけども、相棒のイベキャラの評価の方から上げていくといいのかなと思っております。まあね、エールタックが起きないと相棒をね、編成してる意味もなくなってしまいますし、とりあえずはいち早く絆イベントを起こしてエールタックができる形にしていきたいですね。はい。で、ここはトラッキーレベル低かったんですけども、特別レッスンを意図的に起こすことによってキャラのね、レベルを平均化させております。で、あとはレベルを整えていくっていう感じですね。で、このレベル調整にあたって一番大事なのは、とにかくレベルを全体的に平均することと、ハートをたくさんつけること、これだ、この2点だけを考えていれば OK かなと思っております。無理してね、パーフェクトクロス同じ色でレベルも揃えるっていうことはしなくていいと思います。とにかく全体のレベルを鳴らす、そしてハートをたくさんつける、この2点だけね、ぜひ意識していただければなと思っております。さあ、いい感じがレベルが整ったところで、いきなりスーパークロス、めっちゃクロスしてますね。今回はね、いい感じにレベル整えられたので、まあこんな感じでクロス練習は多々起こってくれるという感じですね。で、セク1は評価も上がってないので、まあ、評価上げにハートを使ってしまっても、まあここは仕方ないのかなと思っております。で、シュラキバはですね、まあ覚醒してて、筋力ボーナスもりもり、やる気効果アップもあって強いっていうのがあるんですけども、回復イベントが本当に豊富なので、かなりね、このサクチャリにおいては使いやすいなというふうに思っております。筋トレイベント1回目で切ると体力回復プラスいいやつも取れるんで、これが序盤に起きてくれるとね、キャラの評価上げもスムーズにいくので、非常にね、強いキャラかなというふうに思いました。さあ、まあこういう時はですね、監督、メンタル監督って意外とね、キーポイントだったりします。監督2回くらい踏んでおかないと、スタメン落ち本当にしちゃうんで、まあ、踏んでおくことをお勧めいたしますと。で、早くもノアちゃん、絆イベント来てくれましたね。アイドルフェーズ中にも、そのキャラを踏んであげれば、キャラの評価上がりますので、そこもね、相棒を序盤は意識して踏んでいただけるといいのかなと思っております。さあ、どうでもいいイベントが結構起きてますが、まあ、変化のタック踏んでいきましょう。このね、練習後のね、経験点もバカにならないですからね。相棒のね、良さを存分に活かしてあげましょう。そしてこれですね。これが体力回復プラスいいやつなんでかなり強いです。さあ、ラストターンのクロスも踏んじゃっていいかな。まあ、ハートを使い切るという意味でも行ってしまいましょう。さあ、トラッキー。まあ、評価も上がってるんでね。あとは進行、絆イベント待ちですね。で、セク1は1500点くらいと。まあ、全然悲観的になくて OK ですね。はい。まあ、セク3で、セク3くらいにタイプの判断はすればいいんじゃないかな。全然セク1、セク2はね、経験って出なくて当たり前だと思ってるんで、そこは悲観的にならず、めげずに諦めずにね、盆栽で楽しめるイベントなんで、最後までやった方がいいかなと思っております。さあ、ここもね、虹谷がちょっと抜けてしまうんですけども、ハートが2個つくということで、今回は攻めていきますと。アイドルフェイズの1ターン目、2ターン目は、レベルが一気にね、抜けてしまうキャラがいても、まあ、後から調整できるんでね。お悩み相談等でね、調整できるので、まあ、ここもね、ダンスでハート2個2個つけていきましょう。この形が噛み合うとかなり強いです。本当に強いですね。2ターンでハート6個ついてますからね、これは美味しすぎますと。いった感じで、これレベルを見て、まあ、虹谷が抜けてしまっている。
っていうのはありますから、ここのね、アイドルフェーズのラストターン、3ターン目はかなり熟考した方がいいかなと思っております。で、今回のサクチャリにおいては、役割変更にね、お悩み相談使うっていうのも大事なんですけども、まあ、レベル調整用に取っておいた方がいいんじゃないかなと思っております。まあ、それもあって、今回ね、レンジャー4、ガード2の編成になっておりますので、まあ、色を変えなくてもバランスよく編成されてるっていうのが今回のデッキの強みなのかなと思っております。で最後もね、ガードのノアちゃんにハートを2個つけられたって感じですね。で、生徒課に強壁経験点取っていく。この経験点強いですからね。さあ、タック来ました。うん。まあまあタックですね。ただトラッキーがね、絆イベント来てないんでちょっと弱いですけどね。さあ。で、コツは、まあ、特にイベキャラの持っているコツ。まあ、これは、絶対に潰すようにしましょう。基礎コツはもうどうしようもないので、まあ、守れだったらね、キレとか脱三振とか、まあ、制圧とか、まあ、この辺取ってあげて、まあ、少しでもね、一緒に練習の自家経験点を狙っていくっていうのが大事なのかなと思っております。で、まあ、このタックは、ま、ぶっちゃけ正直、スルーしてもよかったのかななんて思ってますけども。まあまあいいや。さあ、やる気を取り戻しの、練習の2、これも回復ですね。気は3回回復メントあるんでね、かなり優秀です。さあ、スーパークロスが、まあ来ましたが、まあこれもまあハート1個しかつかないんで、全然いっていいのかなと思います。ユーカはタイピンと打たれがちょっと重いんですけども、それ以外はちょっと取っておきましょう。はい。まあしょうがないですね。さあ、スーパークロス連発。ただね、ちょっと、タックが噛み合ってないですね。変化とか急速のタックで欲しいんですけども、まあそこは来てないのはまあしょうがないと。はい。まあスーパークロスなので、ハート2つ消費でもまあこれだけ経験点もらえると。はい。で、ユーカーは成功ありがとう。で、トラッキーがラスト、12月3週に来てくれました。これでお正月2人と過ごせますね。そして変化、いいですね。ダブルタック、エールトラッキータック。まあこれハートがあればもっと強かったんですけども。まあこういうね、エールタックがガンガン起こりますので、この後。まあこれをね、ひたすら狙っていくという感じになりますと。で、猛練習ミスる。猛練習攻めすぎましたね、これ。タック来なくてよかったね、これ。さあ、ノアちゃんと遊びのまたもや猛練習ミスっていく。これはちょっと運がなかったっすね。まあトラッキーは回復あるので、大丈夫です。これ順番逆にしてほしかったよね。ノアちゃん体力消費あるんで、ノアちゃんから来てトラッキー来れば、体力マックスにできたんですけどね。さあ、ここでもただのトリプルタック、ありがたい。虹谷は根骨もらっちゃうのはまあ仕方ないとして、まあ、強いですね。全然虹谷と守る得意練習率アップなんてないのにね。まあこういうタックが来てくれると非常にありがたいですね。さあ、虹谷のハートラックちょっと余ってしまいましたけど、まあまあな、2回目の、3回目か。なんて言うんだ ?3 回目の、違うか、2回目の野球フェイスか。はい。というところで、またレベルをね、整えていきましょう。いいですね。この箇所は美味しい。で、ここは回復を取る。アイドルバトルステージの優勝とかはもう変に狙わなくて OK です。まあ、できる、最初に入部した時に一つ考えるのならば、まあ、紫か緑が多めだと嬉しいなって感じですね。特に紫。紫がいっぱいあったら、まあもう何もしなくてもね、優勝できるんで、まあ、タイプ、ニュータイプの一つの基準としてそこも見てあげるのはいいのかなと思っております。で、ここは、ここもね、できればここダンス行って、キバ、ニジタにハート二つずつつけたいっていうのはあるんですけども、他のね、キャラのレベルが置いてかれてしまうっていうのはあるんですよね。ただ、そうなんですよ。このクロスナインは、ハートがね、本当に大事になってくるんで、ここで、虹谷を、歌唱アイドルに変えると。
で、レベルの上がり幅を下げますといった感じですね。はい。まあ、これでまあ、突出して抜けることはなくなったので、ここで、うん、バランスを整えて、優勝 C のラストターンですね。ラストターンどうなるか。まあ、ここも難しいね。ここがね、ちょっと難しかったな。二人いけるね、ところが全部レベルが上がってしまってるキャラなんですよね。これできれば、ノアちゃん、ユーカ、マモルのどれかを、上げたいっていうのはあったんですけども、まあ、見事に孤立してしまってるということで、まあ、こういう時に、あれですね、お悩み相談で、レベル、方向性を伸ばす方で、レベルを整えていくっていう感じですかね。まあ、これだと、ノアちゃんを踏ん、いや、ユーカを踏んで、ノアちゃん伸ばす、なんていう立ち回りがいいのかな、なんて思っております。レベルはね、10から12だったっけな。結構上がってしまうので、レベルの低い方を伸ばしてあげるといいですね。で、ここ、ユーカを踏めば、守るだけちょっと置いてかれちゃうんですが、まあ、それ以外のキャラはね、整うので、まあ、これででかいタックをね、狙っていこうっていう感じですね。まあ、一人、まあ、二人、いやー、二人はちょっと置いていきたくないんですけど、一人置いてかれちゃうのはね、まあ、どうしてもちょっとしょうがないですね。そこは、ま、最大値を乱す意味で、まあ、ここはしょうがないことなのかなと思っております。さあ、練習試合は、サクッと流していきましょう。そうですね。まあ、できれば、全員平均的に行きたいんですけども、ハートをつけるつけないの都合では置いてかれてしまうっていうのもありますので、置いてかれる、もしくは、突出してレベルが高くなってしまうっていうね、事案はあるので、まあ、そこはまあ目つぶるしかないですね。で、セクリン7000点と結構盛り返しましたね。さあ。で、ダンスイストラッキー。まあこれも進行していいかな。体力あるんでね。さあ、クロスタック来ました。まあまあっすね。まあ、エルタック絡みなんで、ハートも1個しかつかないということもあって、これは踏んでもよかったかなと思います。で、コンコツが終わる。で、ニジタニは体力を減らさないムーブで、ムードをつけていきたい。がつかない。ユーカで回復。オッケー。で、バレンタインは最悪のイベント。もうこれはもう、回復やる気アプリですね。相棒はこういう時に使えるんでね、非常にいいですね。ダンスイズトラッキー。まあ何でもいいんですけどね。まあ伸び骨取ってなかったら伸び伸びでいいんじゃないでしょうか。そしてクロス練習がメンタル。これは正直使いたくないですね。まあこれもトラッキー案件かな。できればハートは温存したい。タックならまだ考えるんですけど、ただの練習だとちょっと使いたくないかなって感じですね。まあ、こういうように踏む練習、踏まない練習を見極めるっていうのも大事なんで、まあ、それもね、我慢して、残りの野球フェーズのターンを見て、決めるといいのかなと思っております。さあ、フィニッシュメントいらない、タックも来ない、タックっていうかクロス練習も来ない、今回ハートいっぱいつけれたんですけどね。まあ、ちょっと守る置いてってしまったっていうのが裏目に出てるのかなというふうには思いますが。で、守るは切りますと。切れば立派な回復イベントというところで、スーパークロス。スーパークロスよりただのタックの方が強いですね。で、ここで持ってきたアロマグッズを使いますと。まあ、やる気1しか上がんないんですけど、この1がね、このサクチャレにおいては、だいぶ左右すると思いますんで。はい。まあ、踏んじゃっていいかなと思いますね。こういうね、エールタック、ほんとね、バカにならないんで。ガンガン踏んでいきましょう。そして今回はハート余っちゃいましたね、結構。まあ、こればっかりは運なので、まあ、しょうがないですね。噛み合わなかったと思いましょう。いやー、もったいないね。キバ3個、トラッキー2個だからね。だいぶ余っちゃったね。まあ、今回は、虹谷の経験点と、監督の評価上げという感じで終わらせましょう。さあ。
まあ、こうしてみると今回のアイドルバトルステージは結構、うん、まあいい感じでしたね。紫が2個あるだけでかなり強いのかなと思っております。変化ででかいの1回しか踏めんかったなというところで、まあ取り返していきたい。まあここは、うん、過小に行けば虹谷のハート2つと守る1個つくんですが、バランスを取るなれば演技もいいですね。まあ難しいところですが、ここは演技を取りました。さすがに虹谷行っちゃったらね、レベルがとんでもないことになっちゃうんで。さあ今のイベント序盤に来てくれたらね、嬉しいんですけどね。さあこのダンスはいい感じですね。優香に2つつけられるので OK と。まあここはしょうがない。さあラストターン、うんうんうん、まあここはノアかな。ノアをハート2つつけのって感じかな。で守る、ここ踏めば他のキャラとね踏んだ後にレベルの差が6以上開いてますので、特別レッスンが起こりますというところで、まあ、ここは踏んであげていいのかなと思っております。ギリギリっすね。ここ踏んで特別レッスンを起こして、うん、これでレベルいい感じになりましたね。さあクロス来ました。微妙っすね。ちょっと微妙っすね。これも遊ぶと。はい。さあ、ここで、やっと来ました。パーフェクトクロス。これには期待していきたいですね。守るというか、騎馬、レベル50になってますからね。今回、レベル調整完璧。という中で、来ました、今回の見せ場。このタックですね。これ、相棒いたらもっとね、強かったんですけどね。まあ、急速で変化もね、420入るんで。まあ、かなりこの、レンジャーの調整は、うまくいきましたね。いやー、あ、じゃあトリプルじゃないか、ダブルタックか、これ。ダブルタックでこれか。そうか、ユーカー、そうか、変化キャラだわ。いやー、強いね。これ踏めたのはでかい。で、サボり癖になってしまったんですが、安心してください。万能パワードリンクがありますと。そして、パーフェクトクロス2連チャン。守備できましたが、これはしょうがないですね、もう。うん、ハートなくなっちゃったんで。パーフェクトクロスはね、まあ、こうやって綺麗にレベル調整できれば、もう自然と起こってくれるんで、はい。まあ、偶然の賜物じゃないですけども、そんな感じで狙っていくのがいいんじゃないかなと思ってます。で、役割については、ま、基本的に、ま、2色でいく感じですかね。自分はパーフェクトクロスを狙うってよりかは、うん。クロス練習。とにかく、タックでのクロス練習で強いのを狙っていくっていう立ち回りですね。さあ、来ました。変化トリプル。これは真のトリプルですね。強い。ハートがね、もうちょい欲しかったっすけどね。この野球フェーズはね、めちゃくちゃ稼げてますね。で、セクさんが1万1000弱だったかな?というところで、まあ、2万点もね、まだまだ見る範囲でいるということで。こっからっすからね。みんなのレベルも上がってくれば、右のね、ピンクの経験点のところも上がってきますので、もうこっからっすよ。経験点はこっから伸びていくと。で変化が600点ほど。技術も400点ほど入ると。うん、美味しい。で、クロスキャノンも取っていく。そしてクロス練習はスルーかな。うん。まあ、メンタルスカウトワンチャンありだな、これ。さあ、変化もね、4方向まで行きましたね、今回。ドラフトの順位を上げに行くか。迷いますね、ここ。まあ、スカウト来ましたね。OK。さあ、ラストターンどうなる?来ました!パーフェクトクロス!球速!いいですね。この3人仲良し。最高。ってところで、まあ、これもね、相棒がいてくれたら結果論強くなったんですけども。はい。華麗にスルーされていくという感じですね。で、急速骨も埋まると。こういうね、サクチャリの時に限って、急速骨もコントロール骨もね、5になるっていうね。よくわかんないですね。まあ、今回は稼げましたね、結構。はい。というところで。うん。
ポイントアフレだけは絶対にないようにしましょう。そう、これ画像がちょっと上すぎて、フィードバックの経験点とか見えなくなってたんで、ちょっと編集で後で直しておきます。さあ、ここのセクヨンのラストのアイドルフェーズは非常に大事です。なるべくハートはたくさんつけたい。というのも、このアイドルフェーズが終わってから甲子園まで野球フェーズは続くので、かなり、てか一番長い野球フェーズになります。というところでは、ハートはね、とにかくいっぱいつけておきたいんですけども、今回の最後のアイドルフェーズはちょっと微妙でしたね。いい感じに役割と一致する練習がないんですよね。これがね、ちょっと残念。ちょっと残念。さあ、あと1個ずつですね。さあ、優勝していく。で、ラストターン。ここもね、ちょっと渋いんすよね。で、ここでかなり長考いたしまして、カットは挟まっているんですけども、残ってるね、お悩み相談をうまく使ってあげて、レベル調整をしていくっていう感じですね。で、今回で言うと、はい。何をするのかと言いますと、ノアちゃんをダンスに変えて、はい。で、レベルを下げると。レベルを下げて、みんなのレベルに近づけつつ、はい。ここね、ノアちゃんと牙を踏んであげれば、まあお互い61、61。守るとユーカで56、56。虹谷とトラッキーで59、58と。まあ、近くにはできるんですよね。はい。というところで。まあ難しいところではあるんですけどね。で、残り1回はどうするのかと言いますと、トラッキーを、はい。ダンスに変えると。ちょっと混ざりましたね。ノアちゃん、あ、いいのか合ってるか ?OK。これで、まあみんなのレベルはかなり整ったのかなという感じですね。プラス4して、したとしても、まあ、うん、近づいた状態で。レベル3以内は、まあ極力、守りつつ、うん、最後の野球フェーズに臨めるのかなっていう感じですね。まあ本当はもっとハートつけたかったんですけどね、このアイドルフェーズのね、どこにゆべキャラがいるかっていうのも完全に運なので、まあしょうがないですね。だってね、3人いて、さらに役割も一致してるみたいな神アイドルバトル、アイドルフェーズもありますので、まあ、それが来なかったと思うしかないですね。で、今回は阿部ひにだけの言われ取ってしまいますと、普段絶対取らないんですけどね。トラッキーがね、結構敏捷を供給してくれるんで、まあ、ヤシコツもね、ガンガン取ることができます。まあ、本当はね、ミナミちゃんとか使いたいんですけど、ちょっと解放がしてないので、私はトラッキーで今回行ったって感じですね。さあ、初手パーフェクトクロス。コントロールの方かーいって感じなんですけど、こっちのスーパークロスの方が強いですね。ありがとうございます。いや、これがね、そう、相棒いるいないの違いなんですよね。本当にね、まあ、道中ね、結構2タック3タックで強いのあったと思うんですけど、あそこに相棒がいたらね、もっとやばいことになってたんですよね。まあ、しょうがない。これも美味しいですね。踏んでいきましょう。牙もね、もう経験点確定なんで。強い。これだけで1000点くらい入ってますからね。で、トラッキー。で、ここは特にすることがなしと。トラッキーも回復がないので、まあ、休むでいいかなって感じですね。この最後のね、バトル野球、野球ステージのハートは慎重に使っていきたい。そして変化のパーフェクトクロスいただきました。いいですね。狙い通りこの56コンビが仕事してくれましたね。まあ、優香はね、変化の得意練習ザップがありますので、まあ、あと守るが来てくれればというところで、うん、いい感じのとこにハマってくれました、ね。さあ、現時点で1万6000点弱と、たところで2万点もまだまだ見えております。
で、今回はサクッとで勝負していきましょう。まあ、昨日は、まあ、様子見ということで、ピンチャンを選んだりしたんですけど、今回はね、攻めの姿勢でいきたいなと思っております。で、変化ポイントの使い方ですね。これね、溢れないようにね、持っといた方がいいです。で、コツも、まあまあまあ、うまーく、でかいタックを想定した取り方ってのがいいのかなと思います。で、これ1万7000点ですね。あと3000点頑張りましょうというところで。かっていく。さあ、2ターン目も何も起こらず、まあこれはもうトラッキーでいいのかなって感じですね。意外とこのね、進行イベント6回ってのも簡単にできます。結構ね、我慢するターンが多いんでね。さあ変化。まあこれなら踏んでいいかなーって感じですね。うん。残りのハートも少ないんですけども。まあ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 、もうね、とりあえず、クロス練習になってくれて、しかもタックであれば、それなりにポイントは入るんで。うん。踏んでいく。で、こっちは取り切ったので、経験点。うん。で、ここね、ここだけ、なんか気の迷いが出たのか知らないですけど、ピンチャンにしました。はい。ちょっとね、ここにね、負けるっていうのがね、意外とあるんで、お気に入っちゃいましたね。さあ、勝っていく。さあ、あと4ターンです。で、ここは何もな、起こらずか。うん、まあ、普通に強いんですけどね、今の練習も。ラスト3ターンにかけましょう。あー、ここでの、うまく寝れないのは辛い。そしてクロス練習が来ない。これあるあるじゃないですか。なかなかこの甲子園近辺になってくると、クロス練習が起こらなくなってくるっていうのはね、あるあるだと思うんですけどね。まあ変化のタックプラス、際の経験点って考えれば、まあこれだけでね、150点くらいは入るんで、まあまあ OK と。サクチャレですからね、今回は。で、甲子園からはもうサクッといけます。甲子園のサクッと経験点は美味しいんでね。さあ。いや、マジ緊張するよな。ハマってるサクセスのサクッと操作、マジで緊張しますよね。で、縛りがね、私、この当初の操作面においてはかなり大事になってくるかなと思いまして、アップデートで結構 CPU の打撃能力が上がったじゃないですか。それをちょっとでも妨げるために、この縛りで見逃しを多くすることによって打ち取りやすくするっていうのはね、大事かなと思っております。マントルの時はね、金縛りを高校金とかで取ったこともあって、結構相手のね、見逃し等増えてたと思うんですけどね。今回、このクロスライン環境になってから結構打たれること、皆さん多いと思いますんで。まあ、そうですね。縛りは取ってた方がいいのかなと思っております。んでですね。あと1500点で大台の2万点に達成するわけなんですけど。ここをね、まあ、踏んじゃったのが、まあ、ラストターンで、ね、もう勝負する。もう、意気込みと言いますか。もう勝負でいこうという感じですね。まあ、最後まで待ったんですけども、ここも、うん、サクッとで、いきたいと思います。ガチサクセス以上に変化量は伸ばしてますね。まあ、コントロール、スタミナ無視してるんですけどね。パワーヒも取って、自ら援護してしまおうという思いで取りました。で、この激闘戦はマジギリギリだったな。1-0 で、なんとか勝てました。で、ラストターン。クロス練習起こらず、ただ、急速のエールタック。ノアちゃん強いっすね。ノアちゃんのタックが本当に強い。で、ここは怪我しにくさを取って、怪我、18% の勝負でございます。頼むっていう感じですね。これはもう本当に。さあ、ハートが減れば OK だが、ハートが減れば OK だが、減ってくれた、ありがとうこれで200点くらい入りますからね、美味しい。で、ラスト、勝負していきましょう。まあ、まとめると、私のクロスラインの立ち回りは、もう本当に、色とレベルを合わせるんじゃなくて、レベルをひたすら、合わせていくっ
ていう感じかな。あとはハートをたくさんつける、この2点に尽きるかななんて思っております。あとはタックが来るのを待つだけ、下手な練習は踏まない、下手な練習があるときは進行イベントでやり過ごす、やる気と体力がマックスある状態ででかいね練習を待ってあげるっていうのがいいのかなと思っております。まあ、こんな感じでね、まあ、盆栽で楽しめるいいイベントなので、まあ、試行回数を積めばこんな感じで経験点も出すことができます。28,510点、ありがとうございましたということでね、まあ、このサクセスそこまでどでかいねタックが来たわけではないんですけども、まあ、相棒とのね、まあ、Lタックがうまく機能したおかげで、まあ、それが積み重なってこの経験点になったって考えるとね、まあまあまあ良かったのかなと思っております。で、相棒の解放度合いといたしましては40は欲しいですね。レベル40は欲しいかなっていった感じで、はい。で、あとの他のキャラは虹谷は解放いらないですし、まあ、守る優香のとこかな。まあ、覚醒キャラ3体積んでるんで、まあ、そこはちょっと難しいっていうのはありますけども、まあ、ぜひ皆さんのボックスに合ったデッキ相棒2人編成ぜひやってみてほしいななんて思っておりますといった感じですかね。まあ、これでもね、上級ランキングこの時点で昨日の時点で104位なんで、もう多分200位くらいになってると思うんですけども、まあ、さらなる高みを目指して頑張っていきたいと思います。っていった感じで今回の動画終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録高評価お願いいたします。では失礼します。 See you。